皆さんこんばんは。11月5日月曜日、106回しゃべくり真っ白の時間がやってまいりました。今日の真っ白はですね、最近はもう朝夕寒くてですね、まあ、ただ今日の日中はですね穏やかで、本当に、暖かかったでございます。さて今日のゲストをご紹介いたします。現在長野市みなかみ台にお住まいの田中正義さん75歳です。どうぞよろしくお願いします。現在、ですね、田中さんは、長野市内で、発刊している、新聞の週刊長野、それから長野市民新聞、それに、母校のですね、マッスル高校の同窓会で首都圏の有志が立ち上げた小灯パソコンクラブなどに、マッスルの今を写真で、投稿を発信している方なんですけれども、今日はですね、田中さんがですね、写真に興味を持ったきっかけ、それからメディアなどに投稿した経過などをですね、お聞きしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。じゃあそうですね、まず初めに田中さんが写真をやるようになったきっかけっていうのをちょっと聞かせていただけますですか。はい。まあ私が30歳の時ですが、職場の、まあ、先輩格の同僚から、写真どうだということで勧められて、それも少しこう目標を持った、まあ、写真撮影ということで、プロ級の腕の方だったんですが、まあ、その同僚から勧められました。あ、なるほどね。はい。その当時はどうだったですか。その、まあ、やっぱり向こうの先輩を真似しなきゃいけないっていうあれがあったと思うんですけども、まあ、とにかくその時まではもうほとんど、ただ普通にバシバシ撮るだけという状態だったんですが、まあ、ある程度こう自分でテーマを決めて撮るとか、まあ、そういうふうな一つのこの、まあ、写真の本当の面白さの一つのそういう、まあ、指導を受けたといいますかね、そういうことになるわけですね。なるほどね。はい。これはあれですかね、田中さん初めて、写真の投稿を始めたっていうそのきっかけっていうのはいつ頃だったんですか。68歳ですが、まあ、この長野地域新聞としての、まあ、長野週刊長野ですね、それから長野市民新聞、まあ、私購読しておりまして、まあ、掲載されている投稿写真なんかを見ましてですね、まあ、いろいろな方がこういろいろな場面を投稿されておりましたので、じゃあ、まあ私も好きなものだけに、少しやってみようかなというようなことで、まあ、その辺あたりがきっかけになって、はい、それは何歳ぐらいだとおっしゃってるけど、68歳の頃ですね。はい。でもその間っていうのはあれですね、今現在75歳で、8年間の差がありますけれど、その間っていうのは何をやられてるんですか。まあ、2年間ほど市内のシルバー人材センターで、おさらい教室というところで、まあ、仕事をさせてもらいまして、まあ、その管理ももう投稿は続けておりました。ああ、そうですか。はい。これは誰、人材センターでこれあれですか、どういう仕事をされてたですか。おさらい教室ですが、これは小学生がですね、まあ、自学自習で、まあ学習して来とるわけですが、まあ、その学習のお手伝いということで、仕事をやらせてもらいました。ああ、そうですか。はい。これは何、やっぱり子どもさんというのは自分で来てやるっていう形なんですか。そうですね、自学自習ですけれども、私たちの方からも資料を作ったり、あるいは問題を作ったりなんかして、まあ、そういうものをさせてみるということをやりました。はい。で、田中さんのあれですか、そういうことできるっていうのはやっぱりあれですね、ま、前は、どういう仕事。37年間中学校の教師をさせてもらいました。あ、そうですか。はい。だ、そういった点ではあれですね、資料作りなんてお手の物って感じですね。いや、まあ、なるほどね。あとだけど写真の投稿で新聞に掲載されたっていうのはいつあれですかね。最初は、平成18年ですね、週刊長野新聞に、ちょっとあれですね、ちょっとやってみます、カモシカの写真を、まあ、掲載していただきました。はい。はい。これそうですね、ちょっと見ていただけますか。はい、そうですね。はい。
これは東条の、あれです、奇妙山の山麓で写したもので。ああ、なるほどね、はい、うん、これね、はい、これもタイミングよくパッとこっち向いてるっていう感じですね。そうですね、これも名前も取りました。相当まあコマ数は取りました。取ってあるんですが、なるほど、ね、まあ、一番いい表情のものを出したって、はい、なるほどね、はい、あとこれ今は、週刊長野でしたね、はい、今度これも市民新聞で、これもまた、はい、あれですね。そうですね、はい、これは天飾山の麓で写したものです、はい、はい、これはもう同じあれですね、カモシカですわね。そうです、これ同じカモシカってわけじゃないですよね。違いますね。違いますね、はい、こういうこのカモシカを撮るっていうそのタイミングっていうのはどうなんですか。そうですね、はい、私の場合はほとんど偶然だったわけですけれども、撮影の目的は違うところにあったんですが、はい、たまたま、カモシカと遭遇ということで、そんなことから、東の山に、そういう野生の動物がいるということは知ってましたけれども、ね、実際にこうやって動かして私もびっくりするやら嬉しいやら、なるほどね、はい、でカモシカは自分のこの生活領域を守るための、はい、マーキング行為をするということを聞いておりましたもんで、じゃあ一度出たところにまた行けばいるかなということで行ってみたんですがね、はい、先ほどの奇妙山の方の写真の場合は、はい、やっぱりあれ 2度目の写真ですかね、だったと思いますが、あ、そうですか、やっぱりいますね、そういう、自分のいわば縄張りっていうことですね。なるほど、ね、はい、じゃあ一回出たようなところに行けばもう一回また出る可能性はあるって、可能性はあるということですね。あ、なるほどね、はい、分かりました。あとさ、それとあとこれですね、これもまた投稿されてるやつですけれど、満開のアンズと児童っていう形で、これはあれ、あれですか、はい、アンズの花の撮影をこう一番の目標にしていったんですが、はいはいはい、たまたま道を園児たちが、先生に引率されてきましたもんでね、はい、結構カラーで、こっちはカラーですから、はい、綺麗ですもんね、はい、これね、花と可愛い園児たちということで、はい、これもいい取り合わせだなということで、はい、引率の先生にお願いして、はい、撮影を許可してもらいました。あ、なるほどね、はい、これもあれですか、タイミング的にはそうですね、ちょうど撮影してるときに下の方から上がってきた、上がってきましたもんね。あ、なるほどね、はい、これも偶然だってことですね。そうですね、なるほどね。あとこれもあれですね、これはね、桜のあれですけど、八代線の列車も含めてこういう出てきてるんですね、はいはい、これは相当前に写した写真ですけれども、はい、八代線の電車廃止になって、ええ、その一つのこう思い出の一コマということで、ね、投稿したものです。あ、そうです、ね、市民新聞社さんの方で、はい、これも、ね、結構カラーのあれでね、はい、桜フレームなんていう、台をつけてもらってね、そうですね、はい、あとこれもまた面白いあれですね、これ少しこういう大きなあれに出たですけど、これもカラーで今ちょっと、はい、やりましたけど、はい、これも、西寺尾のあれですね、そうですね、神田側の土手の部分ですね、はい、そうです、これも結構綺麗ですね。そうですね、地区の方々、あるいは河川愛護会の人たちが、丹精込めて、はい、咲かせた花なんですがね、いい情景でしたので。なるほど、はい、これもあれですね、やっぱりしょっちゅう行って様子見ながらっていうことですか。そうですね、一番こう見頃の時を狙っていくわけですけど、この時もタイミング良かったです。なるほどね、はい、あとこういうその同窓会のあれですね、こういうのもショートパソコンクラブっていう形で、これが今ね、マッスル高校の消灯祭の学校祭のものを一応これ同窓会の開放にのをちょっと載せてあれするんですけど、こういった形のあれをやるわけですね。 そこに、クラブ作ってっていう形ですね。そうですね、首都圏で何人ぐらいいらっしゃるんですか。現在30名ぐらいですね。あ、なるほどね、範囲は、はい、
あれです、長野県では、まあ、この松代、それから中心ですね、はい、それから東海、近畿、はい、そしては首都圏ということで、この範囲から会員が集まっております。あ、そうですか。入会しておりましてね、はい、30年ぐらいですね。あ、はい、これでも何年ぐらいやられてます？何年続いてるんですか？クラブの開設は、はい、平成14年の11月ですから、はい、まあ、10年ぐらいということになりますかね。あ、なるほどね、はいはい、もうだいぶあれですね、もうしょっちゅうやってらっしゃるから、まあ、会員の皆さんは、まあ、この学徒青春時代をこの松代で送っておりますからね、そういった点でまさにあの松代は自分たちの第二のふるさとにもなっているわけで、なるほど、ね、まあ、あの在住の私たちから、はい、まあ、少しでも松代の様子を発信しようということで、うん、まあ、あの投稿しておりますけ ど、まあ、大変喜んでくれております、はいはい、あとあれですかね、新聞にこうやって投稿を記載された時の気持ちってどんな気持ちですか？そうですね、はい、まあ、やっぱり写真やっててよかったなという気持ちと、うん、それから、はい、まあ、たくさんの方々に見ていただけるという、うん、まあ、この写真を通してこう写真から一つのこう共感を持っていただければありがたいなというような、そんな気持ちもあります。あ、なるほどね、はい、これあれですかね、田中さんにしてみれば、まあ、自分 この撮影しているとのメリットっておかしいですけど、そういった点はどうですか？そうですね、うん、まあ、一つは、まあ、あの新しい被写体を発見するへのこう、まあ、チャレンジする、まあ、そういう、こう期待感といいますか、はい、それからまた、まあ、言葉は悪いんですが、ボケ防止ということになりますよね。はい、ね、まあ、それから、うん、まあ、写真の投稿を通して、はい、まあ、こう今ささやかではありますけれども、まあ、この年になっても何らかの形で、うんうん、こう社会参加を考えてみる必要があるなということで、はい、まあ、投稿もこれ一つの社会参加の一つと考えていいかなということで、まあ、やっておりますが、なるほどね、はい、わかりました。これでもあれですかね、その投稿した時のこの、まあ、ショートクラブなんですけども、はい、こうやって、まあね、流した時のあれっていうのはどうですか？同窓会に行ったとか、同級会に行った時っていうか、見たよとかなんとかって言われるあれっていうのはどうですか？そうですね、うん、まあ、同級会などに参加しますと、お前の写真見たぞなんて言われたりすると、うん、まあ、嬉しいですね、うん、まあ、それから教え子の同級会なんかに呼ばれて行きますと、はい、先生の写真見ましたっていうようなことを言われましたですね。あ、はい、そういう時楽しい、嬉しいですね。嬉しいですね。そうですね、はい、これもまたあれですね、彼岸花と秋の共演、はい、秋雲との共演とかっていうのですね、はい、これもちょっと、はい、一面に出てますけれども、はい、これあのメディアに投稿して採用された作品ってどのくらいあるですか？そうですね、はい、採用掲載されたのは、まあ、うん、77回ぐらいですかね、うん、ああ、そんなにあるですか、はい、結局6年間という形ですよね。そうですね、はい、なるほどね。これもちょっとね、雲のこれが面白い絵じゃないですかね、この雲のあれがね、サバグモっていうんですがね、はい、これ、はい、まあ、この雲との取り合わせで、はい、これ奇妙山の上空にこれの雲が広がったんですが、まあ、これはいいチャンスだなと思いましたので、まあ、自転車で、はい、行きましてですね、うん、タイミングよくこれも収めることができたんです、うん、はい、これも彼岸花も結構これうまく咲いてるので、綺麗に咲いてるのですね、はいはい、これもやっぱりあれですね、常時頭の中に入れてっていう形ですかね。そうですね、これ東署 の中川 の善徳寺さんの前の朝道に群生地がありましてね、はい、まあ、そういうことで、はい、いつも、まあ、念頭に置いて、あ、なるほどね、はい、はい、あとはこういうあれもありますね、この秋のね、蝶っていう形ですね。そうですね、はい、はい、まあ、元気な秋の蝶ということで、はい、はい、マリーゴールドの花に止まってるんですが、うん、はい、あとでも実際にその心がけているっていうことは何かございますかね、田中さん自身が投稿されるときにその撮影時に心がけているっていうもの。そうですね、はい、まあ、やっぱり写真もこれ一つのこうある程度ニュース性を持たせなきゃいけないっていうこともありますもんね、はいはい、ただ単にこう平凡な写真というよりも、はい、ある程度ニュースバリューを持たせたものがいいかなということで、うん、まあ、新聞社さんの方でもそういったこともきっと考えておると思いますので。あ、なるほどね、まあ、そういう要求に応えられるようにということで考えております、はい、あ、なるほどね、はい、
これもね、その真っ白城のあれのところ、はい、結構綺麗なね、はい、あれ撮れてるんですけども、はい、まあこれから心がけるっていうのはどうですか、投稿されるとき田中さんのこれからの心がけっていうのはどういうあれですか。そうですね、まあ、やはりまず投稿するからには自分の気に入ったまず写真が大事な条件ですね、はいはいはい、まあ、そして、まあ、先ほど申し上げましたようにやっぱりある程度ニュース性を持たせた写真ということで、はいはい、まあ、それから、まあ、いつも気持ちをこう引き締めて、まあ、はい、社会参加してるんだという、まあ、そんなことをこう念頭に置きながら、はい、毎日の生活に少しでもこう張りを戻したいと、まあ、こんなことを考えております。わかりました、はい、じゃあ今日は田中さんに、まあ、写真に関わった経過だとか、まあ、お話を伺いました、今後ともまあ無理のないようなですね、ようにしていただいて、まあ、さらなる活躍をしていただきたいというふうに思います、今日はですね、お忙しい中いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。お願いします。さて来週のシャブクメラスロ、はい、皆さん、はい、また引き続いちゃいました。はい、パーソナリティ、はい、あら、よろしくお願いします。毎週毎週ご苦労さんでございます。いやいやいや、ゲストは違うんでしょう。ゲストは違います。あ、そうです。味じゃまずいなにしていくらなんでも、ね、ゲストはどなたですか。はい、ゲストはね、うん、こちらに書いてあります、真っ白の武家屋敷をめぐる秋のお庭拝見、これね、17日に行います。で、今までずっと毎年毎年ちょっとやってるんですけど、そういったあれをですね、NPO 法人夢計画真っ白の町とここを育てる会のね、はい、副理事長のね、飯島信孝さんをお迎えして、はい、そのお話を超お家になってるんでしょ、迎えていただいて、はい、飯島さん、よろしくお願いします。飯島さん、こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いしま す, ししますで、はい、こんな形でございます。はい、はい、17日の午前9時から受け付けまして、9時30分スタート予定です。どうぞ、大勢、どんなところもあるんですか、武家屋敷、はい、たくさんありますが ね、今回はできるだけ、歩く距離を短くして、あ、3コース用意いたしました。あ、そうですか。はい、だってどんなところもあるんですか。今回の目玉は、真田影湯亭、はい、八橋流のお琴を再興された真田新さんのお宅を8年ぶりに見させていただくということです。その話を聞けるわけですね。はい、わ、はい、かりました。それで参加者には毎年お配りしている本があるんですが、もうもらっていらないよという人には改めてこの松代の本プレゼント、はい、を素晴らしいと。はい、ただし参加者からは保険料を含めて1000円の参加費をいただく。1000円払ってもこれはいただければいいですね。はい、ぜひ参加していただきたいと思います。じゃあ一応来週は、はい、来週は、はい、お迎えしてお話聞きたいと思いますので、それでは来週のチャンネル登録をどうぞお楽しみに。お楽しみに。それくらい松代、また見てねー。